ゆかはね、お母さんのお腹から生まれてくる僕たち人間と同じ哺乳類なんだ。イルカはなんと80種類以上もいて、暖かい地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。そしてここ名古屋港水族館では、たくさんの命が生まれているんだ。飼育や観察をすることで、今まで不思議だった海の生き物のことがどんどん分かってきたんだよ。それを知ることは、きれいな海はもちろん地球の環境を守ることに役立つんだ。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを知って考えることが大切だね。今日は全く違うので、あまりピンときませんよね。
を水筒に出して呼吸をしています。この一瞬で息を吐いて吸っているんですよ。続いて2つ目は、気温や水温が変わっても一定の体温を保てる高温動物であることです。ちなみにイルカの体温は36度から37度くらいと私たち人とあまり変わらないですよ。そして3つ目は、体に毛が生えていることです。テンと思った方も多いかと思います。イルカの体の表面はツルツルとしていて、どこにも毛は当たらないですよね。水中で暮らすようになったイルカの仲間は、進化の過程で泳ぎの抵抗を減らすため毛はなくなったと考えられていますが、実はその名残があるんです。ご覧ください。こちらはバンドウイルカとレイの生後1週間の写真です。生まれたばかりのイルカはこのようにヒゲが生えています。このヒゲは生後数週間で抜けてしまいますが、大人にもヒゲが生えていた跡が残っているんですよ。皆さんぜひ探してみてくださいね。そして4つ目は、卵ではなく大人と同じ姿の子で母親から生まれ母乳を飲んで育つことです。バンドウイルカのレイを観察していると授乳をする姿が見られるかもしれません。さあ皆さん、いかがでしたか。今回はイルカが哺乳類であり、人と共通する部分も多いことをご紹介しました。イルカにも少しでも興味が湧いたようです。
されていなかった海と生き物のことが少しずつ分かってきました。それらを知ることは綺麗な海はもちろん地球の環境を守ることにつながります。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう海のこと、地球のことを理解し安心していきましょう。ルカパフォーマンスをご覧